こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は今では考えられない、驚きの理由でドラフト指名を拒否した選手を紹介するぜ。以前オリックスとロッテの入団拒否史を紹介したから、ドラフト拒否企画の第3弾ね。前回は球団で縛ったが、今回は特に制約はなく、びっくり仰天な理由で指名を断った例を紹介するぞ。普通は希望の球団があるとか、指名順位が低いことを理由に断るけど、そんな理由ではないってことね。どれも今の日本球界では聞かない事例ばかりなので、期待してほしいぜ。新三大驚愕のドラフト指名拒否し、一つ目は1991年の関西学院大田口壮選手だ。田口選手って、オリックスとかメジャーで活躍した選手よね。お断りックスしてないってことは、何を断ったの？断られるとしたらオリックスって前提やめろよ。田口選手は関西学院の4年生の時、ドラフト前に阪神入団拒否を表明するという、前代未聞の事件を起こしてるんだ。入団前に阪神だけを拒否？意中の球団以外は拒否とかならわかるけど、特定の球団だけお断りなんて聞いたことがないわ。FA 移籍時に家族と離れるのを嫌がって、在京在阪志向を表明するケースはあるが、まだドラフトで指名もされてない選手が指名拒否するってのは異例中の異例の出来事だな。田口選手はどうして阪神をそんなに嫌がったの？当時の状況を振り返りながら、この事件について説明していこう。この1991年のドラフトといえば、後に大成する選手が多数いる大豊作ドラフトで、野手だと一郎、金本智明、中村紀弘、片岡篤、投手だと石井和久、三浦大輔、斉藤隆など、そうそうたるメンバーが指名されてるんだ。名球会選手とか、タイトルホルダーとかばっかりの超豪華なドラフトじゃない。そんな後の大スターたちがいる中にあって、この年最も注目されてた野手は田口選手なんだぜ。この中にあって再注目ってかなりすごいことじゃない。アマチュア時代はどんな活躍をした選手だったの？田口選手は関西学生野球連盟のスター選手で、大学4年間で首位打者1回、MVP1 回、ベストナインを4回受賞。通算安打数123は2022年現在でも、連盟史上最多安打記録となってるんだ。大学生屈指の野手だったのね。おまけに守備位置は希少価値の高い遊撃手とあって、多くの球団がドラフト上位候補に田口選手の名を挙げてたんだ。走攻守三拍子揃った遊撃手なんて、欲しくない球団の方が珍しいもんね。中でも田口獲得にご熱心だったのが、阪神タイガースだったんだ。関西アマチュア野球のスター選手なんて、阪神からしたら欲しい人材だよね。おまけに田口選手は阪神の本拠地がある、兵庫県西宮市の出身。地元出身のスター候補生なんて、喉から手が出るほど欲しいはずじゃない。おまけに当時の阪神は内野手が不足してたんだ。まず4度のゴールデングラブ賞を獲得した遊撃手の平田勝雄が、30代になって衰えが目立ち始め、出場機会減少。二塁手も85年日本一の時のレギュラー岡田彰布が33歳と高齢になってて、二遊間の若返りが求められる状況だったんだ。守備では最もアジリティを求められる二遊間がベテラン選手ってのは厳しいわね。有望株の若手内野手はいなかったの？この1990年の阪神のショートは28歳の和田豊が務めてたんだが、20代後半で守備範囲の衰えが始まると言われるショートのレギュラーとして見込みは、少し厳しい年齢だったんだ。どんな名遊撃手でも、30歳前後で守備に衰えが来て、その後は他のポジションにコンバートされるもんね。ああ、実際和田選手は30歳になってから、セカンドにコンバートされてるぜ。そう考えると阪神にとって田口選手は、ただの人気銘柄ってだけじゃなくて、編成的にもかなり重要な選手だったのね。地元の人気球団で、かつ本当に自分を欲してくれてるチーム状況を考えると、聞けば聞くほどどうして田口選手が阪神の入団を嫌がったのか不思議だわ。阪神から指名される可能性を危惧した田口選手は、ドラフト前に異例の記者会見を開いたんだ。そこでは驚きの、阪神に行きたくない10か条、が読み上げられたんだぜ。阪神に行きたくない10か条、言葉を濁すとかはなく、そんなに堂々と阪神への拒絶をあらわにしたの？ああ、一つ一つ読み上げていこう。1、自分は野球選手である以上、常に勝利というものを目標として野球人生を送りたい。2、自分の夢は日本シリーズで優勝することであり、阪神が日本シリーズで優勝することは、夢にしてもできすぎている。3、中村監督が個人的にあまり好きな人種ではない。陰気臭いという感じがする。4、球団がせこい。金儲けのことしか頭にないように見える。5、フロントの二枚舌がひどいという。旗から見ていてもその信憑性は高いと感じられる。6、ファンである川藤コーチが辞任した。他の阪神のユニフォームを着た人間に打撃など教わりたくもない。7、阪神ファンのマナーが悪すぎる。
甲子園球場で野球観戦をしたことは何度もあるが、野球を見に来ているというよりも、騒ぎたいだけのバカの集まりのようにしか見えない。8. これほどまでに勝てないのは育成部門が悪いのではないか。自分も潰されそうで恐ろしい。9. 阪神沿線が肌に合わない。10. 大物選手がろくな辞め方をしていない。選手を大事にしない球団には入りたいと思わない。一つ一つのインパクト強すぎじゃない。どれから突っ込めばいいのかわからないくらい、どれも衝撃的な内容だわ。信じられるか？これを大学生が堂々と公言したんだぜ。今の時代にこんなことやってたら、問題児扱いされちゃって、他の球団からも指名を見送られるレベルの失言じゃない。これで当時物議を醸さなかったの？当然阪神ファンや球団関係者で快く思う人はおらず、かなり話題を呼んだんだ。これにはさすがに当時の関西学院大学野球部の監督もご立腹で、田口選手は叱責され、後日、阪神に行きたくない10か条は撤回されたんだ。いくら撤回しても発言は残るし、これでは阪神も田口選手を指名しようってはならないわよね。結局ドラフトでは日本ハムとオリックスが田口選手を1位指名し、抽選の末にオリックスに入団することが決まったんだ。あんなひどい言われようをした阪神は指名しなかったのね。あんな言われようじゃな。ただ十箇条自体は褒められたものじゃないが、実は一つ一つは結構的確な指摘で、阪神以外のファンからすると、確かになと納得させられるものも多いぜ。実際この時期の阪神は暗黒期真っ只中で、5年間で4度の再開、ドラフトで指名した野手の伸び悩みが続いてたし、ミスタータイガース喧嘩別れし、でも紹介した通り、大物選手と球団が衝突して対談するケースも多かったしな。一部の肯定するとコメント欄が荒れそうなものは反応しないとして、拒否する気持ちもわからないではないわね。2022年現在でも、阪神が日本一に輝いたのは1985年が最初で最後だしな。その一方田口さんはオリックスでリーグ連覇して、日本一にもなってるしね。出現した田口さんのしくじり話かと思ったけど、これもしかして阪神のしくじり話ってこと？どう解釈するかは人次第だが、結果的に選択が正しかったわけだな。田口さんはオリックスでは強肩外野手として活躍。5度のゴールデングラブ賞に、4度のオールスター出場、ベストナインも1回獲得し、日米通算1601安打の成績を残してるからな。アマチュア時代のショートとしての活躍ではなかったけど、阪神としては、惜しい人材を取り逃したって感じね。そもそも田口さんはどうしてそんなに阪神を嫌がったの？当時は関西学院大学の誰かが、入れ知恵したんじゃないかと憶測も立ったが、真実は闇の中だな。ただ、田口選手は現役引退を。自分の中では当時も阪神が嫌いなどという思いはなく、若さゆえの至らなさが招いてしまったことです。オリックスの担当スカウトが大学の先輩だったこともあり、どうにかしてオリックスに行きたいという気持ちが強すぎました。その時に発した自分の言葉がマスコミの方々に誇張されて伝わってしまったんです。今思えば何にも言わなければよかったのですが、当時は多くの方に迷惑をかけてしまいました。今でも申し訳なかったと思っています。と、当時について語ってるぜ。あんな発言した人と同じ人には思えないくらい、真摯な発言ね。今さら蒸し返しても仕方がないことだしな。余談だが、2001年のオフに田口選手が FA した際に、阪神は再び田口選手獲得を目論んだが、田口選手がメジャー挑戦を決断したため、10年ぶり2度目のお断りを食らってるぜ。甲子園の出場校紹介みたいな言い方しないでよ。なんか切なくなるじゃない。新三大驚愕のドラフト指名拒否し、二つ目は1988年の慶応大志村亮投手だ。志村亮？申し訳ないけど、初めて聞いたプロ野球選手だわ。無理はないだろうな。何せプロでのプレイ経験はない選手だからな。アマチュア止まりの指名漏れ選手ってこと？いや、実はドラフト1位確実で、9球団から勧誘を受けたほどの逸材だったんだ。そんな前評判が高かった選手が、どうしてプロ入りしなかったのよ。怪我でもしたの？いや、本人の意思で野球は大学までと決めていて、卒業後は三井不動産への就職を選んだんだ。未だに言ってることがわからないわ。6大学まで野球を続けて、ドラフト1位候補になった選手がどうして就職を選んだのよ。志村投手の略歴を紹介しながら、経緯を話していこう。志村投手は桐蔭学園高校時代には2年春、3年夏と2回甲子園に出場。自身がエースとして臨んだ3年夏の甲子園は3回戦敗退となったが、3試合に登板してわずか3失点と好投し、慶応大学に進学したんだ。甲子園でも活躍したアマチュア野球のエリートだったのね。志村投手の才能が開花したのが、この大学時代で、1年生ながら春のリーグ戦で開幕投手を任されると、56年ぶりの新人投手初登板初完封を達成したんだ。ド派手なデビュー戦を飾ったのね。
1年秋のリーグ戦では、ベストナインに選出される活躍で、チームを26期ぶりのリーグ優勝に導いてるぜ。なんかハンカチ王子こと、斉藤佑樹投手の早稲田大学時代みたいな活躍っぷりね。アマチュア野球のエリートが集う六大学野球で、1年生から無双する投手なんて、数十年に一人いるかいないかくらいだからな。3年の春は7勝0敗の好成績で再びチームをリーグ優勝に導くと、全日本大学野球を制して日本一に輝いてるんだ。3年生までに大学生でやれることは全部やった感じね。いや、志村投手のプロからの評価が急上昇したのは4年生時の圧巻のパフォーマンスがあったからなんだ。下級生のうちから活躍した投手って、金属疲労で上級生の時は成績落とすパターンもあるけど、志村投手は違ったのね。ああ、4年生時は春から秋のリーグ戦にかけて、58年ぶりの記録更新となる5試合連続完封を達成。5試合連続、それってかなり長いイニング点を取られてないわよね。そうなんだ。志村投手はそこから記録を伸ばしていき、リーグ記録を24年ぶりに更新する、53イニング連続無失点という記録を打ち立てたんだ。ほぼ6試合点を取られてない計算じゃない。最終的には大学4年間で通算31勝、防御率 1.82、295奪三振の活躍で、日米大学野球の代表にも選ばれてるぜ。当時のアマチュア野球界の中にあって、突出した存在だったのね。ちなみに六大学通算31勝は歴代13位タイの数字で、それ以前の30勝投手の多くは戦前や戦後間もない記録なんだ。昭和後期の六大学野球の中では、トップクラスの実績だったのね。当然こんな逸材をプロが放っておくわけもなく、多くの球団が志村獲得に躍起になったんだ。それだけアマで突出してたら、即戦力での活躍も期待したくなるもんね。この1988年のドラフトでは谷繁元信、野村健次郎、川崎健次郎、今中慎二など、後にプロでも大活躍する選手がドラフト1位で指名されてるんだ。プロでタイトル獲得する選手たちが数多く輩出された年だったのね。ただそんな中にあって、ドラフト前の最注目は志村投手の進路だったんだ。これだけの選手たちより評価されてたなんて、すごいわね。志村は数年にわたって2桁勝利も期待できる、とまで評価したメディアもあったが、志村投手はまさかの不動産会社へ進むことを決めたんだ。都市対抗野球に出場したかったの？いや、野球部が存在しない三井不動産に就職されてるぜ。え？プロ入り拒否どころか、野球することすらやめられたの？一応、卒業後はクラブチームで野球は続けられているが、本格的な野球は引退されてるな。じゃあ、何か致命的な怪我を抱えていたってパターン？それも違うな。本人曰く冷静に考えた時に、自分はプロでは活躍する自信がなかったそうだな。いやいや、六大学でプロ予備軍相手に大活躍してるじゃないのよ。志村投手が後年語った話だと、プロ野球に対して悪い印象を持っていたわけではありません。ただ、プロ野球はアマチュアとは違うところだという認識がありました。肉体的な強さも、ピッチャーとしての技術も、バッターとの駆け引きも、プロ野球を仕事として選ぶことができなかった。覚悟のない選手が足を踏み入れちゃいけない世界だと思っていて、そういう意味では思い切ることができなかった。と、プロ入りしなかった理由を語られてるぜ。あくまで職業選択として、プロ野球と会社員の道を天秤にかけた結果、三井不動産への就職を選んだのね。もともとかなり勉強もできた人だったようで、ザ・文武両道の究極の人だったそうなんだ。野球だけが生きる道って、タイプじゃなかったのね。プロ野球は活躍すれば華やかな世界が待ってるが、実力不足や故障があれば一気にキャリア終焉もあり得るし、華やかな期間だって短いからな。どんなに活躍できても30代でキャリアは終わるし、40代まで現役なんて一握りだもんね。志村選手もプロ野球選手になるリスクを考えてたようで、通用するかしないかわからないけど、自分の力を試したい、と言って入る世界ではないと思っていました。プロ野球は本当に厳しい世界で、体を壊したり、実力が足りないと判断されたりするとすぐに戦力外通告を受けますから。それでもいいから、一生を捧げるつもりで入るかと考えたら、そうではなかった。と、かなり冷静な分析をされてるぜ。プロ野球選手はギリギリまで自分の肉体を追い込んで、かつ様々なプレッシャーを受けながら生活してるもんね。確かにそれが続くかと思うと、しんどいと考えるのは共感できる部分もあるわ。それと志村投手がドラフトを断った1988年の日本は、まさにバブルの真っ盛りだったからな。なるほど。生涯年収の観点で考えると、会社員も決して野球選手に負けてなかったのね。ああ。この頃のプロ野球は今ほど年俸が高くなくて、1986年に中日落合博満が球界初の1億円プレイヤーになったくらいだからな。もちろん志村さんはお金だけで会社員の道を選択したわけじゃないでしょうけど、
人生の安定も含めると、三井不動産の方が魅力的な選択だったのね。会社員の方が選手寿命は長いしな。実際入社後は長く勤務されて、2018年には子会社の三井不動産リアルティでソリューション事業本部の部長を務められてるそうだ。野球でもビジネスマンとしても結果を残してるのね。志村さんは50歳を過ぎた今でも、自分では走り続けている感じがあって、まだまだ伸びしろがあると思う。終点を意識することはありません。と、力強く語ってて、プロ野球選手にならなかったことを後悔したことは一度もないそうだ。理知的で、本当に芯がしっかりした人だったのね。余談だが、大学4年生の春のリーグ戦の時点では、プロに行かないことを決めてたそうだ。もうその時点で先の未来を見据えてたんじゃない？秋のリーグ戦で大学最後の登板を終えた時、クールダウンのキャッチボールはされなかったそうだ。え？どうして？肩も上がらないほど疲労困憊だったの？いや、もうこの左腕を使うことはない、と決めていたからだそうだぜ。何から何までかっこよすぎるじゃない。新三大驚愕のドラフト指名拒否し、三つ目は1989年の立教大クロス陽一郎選手だ。この時期はドラフト指名拒否が続いてたのね。今は指名前に身辺調査もするし、プロ志望届の提出も義務付けられてるからな。プロ行くの行かないの？みたいな部分がかなり透明性が出てきてるもんね。制度が整備される前の狭間の時だったとも言えるし、今日紹介したようなドタバタがあったから、後のドラフトのルールが見直されたとも言えるしな。で、このクロス選手はどういう騒動があったの？クロス選手は立教大学時代に東京六大学リーグで活躍された選手で、1年生の頃からレギュラー起用されると、1年秋のリーグ戦ではベスト9を獲得。またまたエリートの登場ね。4年生時には主将を任されると、春のリーグ戦では本塁打王を獲得して、2度目のベスト9を受賞。秋のリーグ戦ではチームを23年ぶりのリーグ優勝に導き、自身も3回目のベスト9を獲得したんだ。下級生の頃から経験を積んで、最終学年で突出した成績って、理想的な成長曲線ね。大学時代に残した15本塁打、65打点はいずれも当時のリーグ歴代トップ10に入る成績と、六大学の歴史の中でも上位クラスのスラッガーだったんだ。まあ、まず間違いなくドラフト候補には入ってくる存在よね。ただこの年のドラフトは史上最高の大豊作年とも言われていて、8球団競合した野茂英雄をはじめ、笹岡慎二、佐々木和弘、古田敦也、前田智則などがプロ入りしてるんだ。なんかこの時期のドラフト当たり選手ばっかりじゃない？今と違って子供の数もかなり多かったし、まだサッカーやバスケなどのプロリーグもなくて、子供がやるスポーツといったら野球一択みたいな時代だったからな。国内のフィジカルエリートたちが野球に集中してたから、名選手が数多く輩出されてたのね。そんな中でクロス選手はプロ入りか、社会人に進むかドラフト直前まで悩んでたそうだ。同世代のスター選手たちを見て、絶対やっていける確信を持てなかったのかしら。結局クロス選手は野球部のない日本工業銀行、現在のみずほ銀行への就職を内定させたんだ。志村投手と似たような選択ね。でも、クロス選手の場合はプロから熱心な誘いがあったわけじゃないし、ドラフト指名拒否とは話が違わない？いや、話がもつれるのはここからで。就職内定後も迷いが消えなかったクロス選手は、ドラフト直前に立教大学の先輩で、当時ヤクルトのスカウト部長を務められてた片岡博夫さんに相談をしたんだ。相談？相談内容は、どうしても野球が捨てられない、ので、指名してほしいとのことだったんだ。え？就職内定もらってたんでしょ？それっていろいろまずいんじゃないの？逆にその状況でやはり野球を続けたいと頼み込まれたことで片岡スカウト部長も本気と感じたのか。当初ヤクルトはクロス選手を獲得する予定はなかったが、野村克也監督を説得して、ドラフト3位で指名することにこぎつけたんだ。バリバリのコネ入団ってやつね。この片岡さんは若松勤、小花隆夫、伊藤明光、池山隆弘、広沢克美、古田敦也、高津慎吾など、そうそうたる面々を見出した敏腕スカウトとしても知られる人で、その実績と功績もあって、希望が通りやすかったってのもあるな。めちゃくちゃすごいスカウトだったのね。でもヤクルトとしても、本来ならドラフト候補の六大学のスターを獲得できたわけだから、悪くない結果じゃない。この話がもつれるのはこの後で、クロス選手はドラフト翌日に後任の内定者の集いに参加したそうだ。待って待って、ドラフト翌日に内定者の集まりに参加するっておかしくない？いろいろと突っ込みどころはあるが、そこで後任の仕事のスケール感や、野球しかできないという周囲の見方を変えてやろうという、反骨心が芽生えたこともあり、プロ入りを拒否することにしたそうだ。いやいやいや、自分で頼み込んで指名してもらったんでしょ？寝耳に水のヤクルト球団はクロス選手の説得を試みたが、1ヶ月の話し合いの末にクロス選手の獲得を断念したんだ。
ちょっと信じられないわね。片岡さんも面目丸つぶれじゃない。これには片岡スカウト部長が激怒。キャプテンがこんな人物では都立大硬式野球部とは縁を切り、OB 会も退会した。母校の立教大学と絶縁する事態に発展したんだ。相当カンカンだったのね。実はこのドラフト以降、ヤクルトは立教大学出身選手の指名が長らくなく、2016年に早々リテックに所属した菊沢雄介投手を獲得するまで27年もの間なかったんだ。四半世紀以上も遺恨が残ってるなんて、相当ね。一応その後も立教大学から社会人の性能運輸を経て入団した松本直樹選手が指名されたが、2022年の現在も立教大学から直接入団した選手はいないんだ。結果的にクロス選手は後輩の就職先を一つ減らしたことになったのね。片岡さんはかなりおかん無理状態で、クロス選手に、これからは野球のことは一切語るな、と釘を刺したそうだ。これはなかなかのしくじり話じゃない。ちなみにクロス選手が一般企業就職を選んだ背景には、前年の志村投手のプロ入り拒否も影響してるそうだぜ。さっき話してた、就職も一つの職業選択って考えに共鳴しちゃったのね。同時にプロで戦い続ける過酷さも考慮したんだろうな。バブル期がもたらした堅実な職業選択ってのも、何か面白い話ね。というわけで、今回は新三大驚愕のドラフト指名拒否史を紹介していったぜ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いしますだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。